どうもこんにちは、ドクターケンです。今日はですね、不眠症についてのお話をしてみたいと思います。不眠に悩んでる方も多いと思うんですけれども、不眠っていうのはですね、いろいろこう仕事の生産性が悪くなったりとか、あと病気で言うと糖尿病とか高血圧と深く関係があります。この睡眠と深く関わりのあるホルモンでですね、メラトニンっていうホルモンがあるんですね。で、今日はメラトニンについてのお話をしてみたいと思います。メラトニンというのはですね、ここの頭の消化体と呼ばれる場所から分泌されるホルモンで、ちょうどここの脳の A のところにですね、パイニエルグランドっていうところがありますけれども、ここで分泌されるんですね。で、この消化体でメラトニンが分泌されると、そうするとこう眠気を誘発してくれるんですね。睡眠薬みたいにとはいかないんですけれども、睡眠薬飲むとね、スコーンとこう眠気がきますけれども、そうではなくて自然な眠りを誘発してくれるようなホルモンになります。もう寝る時間だよっていうのを教えてくれるんですね。で、このメラトニンは必須アミノ酸のですね、トリプトファンっていうものから合成されて、でセロトニンになって、そのセロトニンが消化体でメラトニンになっていきます。で、これ夜に作られるんですけども、それが夜に作られると放出されて眠気が出てくる。これがまあ正常な働きなんですね。で、メラトニンが分泌されるとですね、こう体温がこう徐々にこう上がっていって、それがこうスコーンと下がっていきます。で、人間っていうのはですね、ちょっとこう体温が下がってくる頃に眠気が出てくるんですね。夜にお風呂に入って体温がこう上がって、そのお風呂から上がって体温がじわじわ下がってくる頃に眠気が来るのと一緒です。で、このメラトニンは朝お日さんの光を浴びるとですね、このメラトニンはなくなります。だから朝起きてお日さんの光を浴びるっていうことはですね、覚醒にとっても非常にいいことになります。メラトニンは神経の活動を抑えてくれるんですけれども、ドーパミンというホルモンがありますが、これは神経の興奮を起こさせるホルモンですね。で、そのドーパミンを抑えてくれる、それによって神経の高ぶりがこう和らいでいって、それによっても眠気が誘発されるということになります。このメラトニンはですね、海外ではドラッグストアとかで一般的に売られているサプリなんですけれども、このサプリがですね、日本では売ってないんですね。で、手に入れようとすると海外からの輸入品とかを手に入れるしかないんですけれども、日本では薬として売られていますね。病院でもらう処方のお薬ですね。このメラトニンはですね、夜に合成できないと睡眠の障害が起きることが分かっていて、つまり不眠症とつながりがあるんですね。ストレス、タバコ、スマホとかパソコンなんかのブルーライト、それとか、お昼間にですね、自然光を浴びていないような人、他に老人の方ですね、こういった方はメラトニンの低下が起きていると考えられていて、つまり不眠につながってくるわけなんですね。メラトニンをこうサプリとかで取ったりするケースっていうのは、不眠症以外にもですね、ジェットラグなんかでもよく使われたりします。ジェットラグっていうのは時差ボケのことですね。例えば日本からアメリカに飛行機で渡った時に、アメリカに着いた頃にはこう昼夜逆転してるんですね。で、体内の時計っていうのがありますけれども、その体内時計がこう狂っちゃって、いろいろこう日常生活に支障が出てくるんですね。そういったジェットラグを戻すのにもメラトニンはよく使われています。例えばスチュワーデスさんとか、あとパイロットの人とか、そういった方にはよく使われていますね。
メラトニンを取ることで寝つきが良くなるといった論文はいくつもあって、こちらの方に書かれてある論文もそうですけれども、まあ、この研究ではですね、メラトニンを服用することで睡眠に落ちる時間がですね、こう数分、まあ、短縮もされて質も改善したという報告もあります。メラトニンはですね、不眠への作用以外にもいくつか作用があって、目の方にも効くんですね。これは2005年に出された論文ですけれども、これは加齢黄斑変性という目の病気にも効きますよということが言われている論文です。加齢黄斑変性というのはですね、年取ってから失明につながる怖い病気ですけれども、このメラトニンが作用してですね、網膜の細胞に光が到達するのを抑えてくれたり、あとフリーラジカルっていうものがありますけれども、そのフリーラジカルを除去することで目にダメージが起こりにくいっていうようなことも考えられています。これは 3mg のメラトニンを6から24ヶ月服用することでですね、網膜のダメージが減りましたよという報告になります。他にもメラトニンは消化性潰瘍とか骨焼けを抑えてくれるような作用も言われています。これ詳細なメカニズムはあんまり分かっていません。他にもですね、耳鳴り、こう寝てったり、こう音がね、こう静かになったりした時にキーンっていう音がする場合がありますけども、そういったあの耳鳴りも抑えてくれるような効果もあって、この耳鳴りがあることで不眠にもつながったりしますので、まあ、いろんな作用によって不眠も解消されていくんですね。で、メラトニンをこう服用するときにはですね、最初は 0.5mg っていう低用量から開始します。で、物足りなくなってくると3から5ミリとかっていうような量を飲んでいくと。まあ、あのボトルに書いてますんで、1錠が何ミリグラムとかっていうふうにですね、まあ、それをこう目安にしてもらったらいいかなと思います。でこのメラトニンはまあ一応こう薬みたいなもんなんで、副作用もあってふらつきとか頭痛、吐き気、まあ、そういったのを訴えをする方も中にはいらっしゃいます。あと注意しなければいけないのは、相互作用をする薬でもありますので、他の睡眠薬と一緒に服用すると、まあ、過剰にこう眠気が効きすぎちゃって少しふらつきが出てきたりする場合もある。他には抗てんかん薬とか血圧下げるような高圧薬、あと抗うつ剤とか、あとピルですね、こういうのを飲んでいる方も一緒に飲むといけません。あと糖尿病の薬とか免疫抑制剤、こういったものも含まれます。女性の方はね、妊娠中にメラトニンを飲んでもいいかっていう問題が出てくるんですけども、これははっきりとした安全性が保証されているようなもんじゃないんですが、もともと体内で分泌されるホルモンなんで、あまり害はないと考えられています。妊娠中はですね、このメラトニンがアップダウン激しく動くんですけれども、まあ、1期2期3期っていうふうにこう分けるとですね、この1期2期では夜のメラトニンがこう低下していることが分かっていて、後半になるとこれが上昇してきます。このメラトニンは胎児の脳の酸化的ストレスをですね、軽減してくれるような働きもあって、まあいいっていうふうには考えられてるんですけども、なかなかこう薬を妊娠してる方にこう投与してもいいっていうのは非常にこう審査が厳しくってですね、なかなか OK ですよとは言ってはないんですが、まあおそらく服用してもそんな害はないと思います。でお年寄りがメラトニンを服用するとどうかっていうと、お年寄りはですね、メラトニンが低下しているので、あの睡眠障害が起きやすいんですね。で、そういった方がメラトニンのサプリを服用することで睡眠の改善というのは期待できます。で寝る前にですね、1から2ミリグラムぐらいのメラトニンを服用することで、まあ、睡眠の質が改善されると期待はできると思います。日本ではですね、メラトニンというのはサプリで売ってないんですけれども、
病院に行くと、まあ、商品名でいうとロゼレムっていう薬がありますけれども、これはメラトニンがこうくっつく受容体っていうところがありますけれども、その受容体に作用する薬で同じ効果が期待できます。ですからもし、まあ、そのメラトニンの薬を欲しいってなった場合にはですね、病院に行ってお医者さんに相談してもらったらいいかなと思います。最近はですね、コンビニとかドラッグストアとか行くと、睡眠をこう質を改善させるようなサプリとかドリンクが売ってますよね。でその中にはですね、トリプトファンが結構含まれてることが多くって、でトリプトファンっていうのは結局こう体の中でですね、メラトニンに合成されて、まあ、それが眠症に対して効くわけです。まあ、まだ日本ではメラトニンがこう販売されていいっていう認可が下りてないんで、どうしてもまだ手に入れることは難しいんですけれども、まあ、どうしても手に入れたいと思ったらね、通販サイトとかからこう輸入しているものを買うことはできますので、またインターネットとかで調べてみるといいと思います。今日は、メラトニンと不眠症についてのお話になります。また健康に関する情報を発信していきたいと思いますので、よろしくお願いします。またよかったら登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします。それではさよなら。